これだ、いた、ブルースさんいた。待機してます。いて、いて。このステンレスのストローが前歯にガツンって当たった。あ、痛いね。それさ、クラフトかい。そう、でも敵士をどうたらこうたらって言うけど、今もうフラッシュがないからね。あ、そっか、中盾使えってこと。せめて DPS 役一人欲しいけどな、 NPC。 よっしゃ、受けた傷は回復してやるみたいな。キャル使うんじゃないこの人。どうだろう、アイテムで回復していくかもしれない。あ、たまになんかそういう仲間 NPC いる。うん、あー、スロー食らった。じゃあレベル終わった。操縦士ってのは手強いぜ。ん、終わり、まだ、あ、まだまだ。よっしゃー、お、なんか楽に終わった。っていうかあれどうなるんだろう、んクラスクエイかなんかでシールドスワイプを教えてもらうような気がしたんだけど、シールドスワイプってもうなくなってるよな多分。どうだろう、別のものに変わってるんじゃん。だよね、普通のアクションリストでし、うん、シールドロブは普通だな。なんか教えてくれんのかな。でも15のクラスクエだった気する。いや、とりあえず行ってみよう。え、レベル上がったの。上がってない。あ、 14, か、14だからとりあえずメインクエは進めれるけど、うん、見事だ。お前の戦いブルースの国に希望を呼んでいるぞ。今回の戦いでお前は大きな実りを得た。そこでお前に一つ褒美をやろう。本意ではないのだが取り決めた仕方がない。ん？どういうこと？あ、あー、なるほど。この流れ。他のギルドで術を学ぶことを許可する。本意ではない。なるほどね。ウルダガで戦闘技術を学ぶなら格闘呪術、生産技術をやるなら裁縫、彫金、錬金術、採取技術を学ぶなら採掘。あ、そっかそっか。お前を手放すのは惜しい。とにかく剣の道は一日にしてならず、精進を怠るな。クラスチェンジが解放されました。あ、一応ちゃんとクラスチェンジとかって名前あったんだね。うん、そういやそうだったっけ。はあ、賞金目当てに剣術場の、ね、賞金か。ああ、アルディス、まさか、まさか帰ってきたのか、ウルダハイ。あー、どうしよう、マクアフティルもらっとこうかな、レベル10。あー、一応剣もらっとこうか。あ、くれんのか、これ。ギアセットの活用方法。新しい、あ、これで、あれだ。ギアセットこれ、復活した、ここ。あ、そうだね。まあ、慣れないけどね。慣れないけどね。ジョブが一つしかなかったからね、今までね。マクワフティル。でもこれ上書きしちゃうと、うん、ナイトになった時、あ、ナイトになった時また上書きすればいいのか。じゃあ上書きしちゃおう。ナイト482に上書きします。ポン。6になっちゃった。うん、え？ナイト IL482 を6で。うん、6で上書きしちゃった。仕方ないね。はあ、くっそ、あっちこっち引かせやがって。チョコもないんだぞ。ご立腹じゃないですか。そうだよ、こっちも入らんだ、頑張ってんだよ。足パンパンだよ、うん、もうこれ。そうな、初心者さんはみんなこうなんだよ、ね、え、みんなキャラクターの足きっとパンパンだろうね。うん、そうだよね。そう考えたら最初の方って過酷だよね、徒歩だから、うん、徒歩だからね、時間かかるよね。言ってそうだよね。なんかこうスムーズにいけばいいけどさ、なんかちょっとこうフィールド的にこう、なんだろう、山の上だって気づかなくって下でうろうろしてたとか、なんかそういうのがあってこうストレス溜まっちゃいそう。なるほどね。私はよくある。あ、シックシェルが対象になってる。待って、なんか次々行かされるけど。ちょっと待って。ベントブランチの結構遠いね、それ。グリダニアのやつね。ベントブランチでの
メインクエストの広告まだなんだけど、ちょっと次々行かせないでくれる。メインクエが2つに分かれるってあったっけ。なんか2つあったよ、だって。あー、なんかやんないと思い出せないな、それな。メリルだ、キュイラスもらえるけど、この人もこの人もなんか別のとこ行けってんじゃないでしょうね。そろそろあれだと思うけどね。あなたは信用できる冒険者みたいですね。私の相談乗ってくれませんか。いいよ、ミッドランナーの相談なら乗ってあげるよ。あ、これなんか前使ってた、一番最初に使ってたメインランナーじゃねえや。似てる。あ、似てるかもしれないね。金髪だったけど。盗賊どもに食事を出してるときにヤバそうな話を聞いてしまった。カッパベル鉱山で見つかった貴重な原石を密かに国外に持ち出すつもりみたいです。しかも協力してるのか。それは本当でありますか。びっくりした顔してる。ウルタハンの貴重な資源を密輸するなんてとんでもないことを聞いてしまったであります。自分はお世話になった冒険者とに俺をすべくここまで追いかけてきただけなのに偶然とは恐ろしいであります。冒険者との俺をするの少し待ってほしいであります。ああ、レンタルチョコもここじゃ使えないのか。うわ。うお、走れ、さっきの場所まで走れ。彼は同人団の本性を知らないのでこのままでは殺されてしまいます。ああ、あったな、そういうくだりあったな。ウルタ覚えてない。あれ、またインスタンスバトルがあるっぽい。そしてでもその前に討伐手帳の対象が、よっしゃー、こんなにインスタンスバトル多かったっけ。うわ、レベルシンク18だって、うん、結構きつくね。メインクエだよ。レベル4下だけど。バルドウィン連隊長との大変であります。カポベルゴザの一番です。このどうして連隊長殿が盗賊と一緒に。あったあった。あ、こいつが何、じゃあ黒幕なの。へえ。せっかく用意した偽装工作が台無しじゃねえか。ロロリト様がお許しにならないであります。ロロリトも悪いやつだからな。俺の顔に覚えはねえか。ああ、俺はサーギブロン男爵4世、てめえよくも俺の親父をやってくれたな。忘れてたわ。あ、そういう流れだったんだ。へえ、こんな、いやー全然覚えてない。覚えてない覚えてない。いや、ウルダハした後ってしてないんじゃないよっけさん。なんか途中覚えてんだけど、もしかしてあなたの画面をちらほら見てただけかな。だって、筋肉さんってリムサスタートでしょ。多分リムサだと思う。わあ、きついな。あ、ケアルしてくれる。なんてありがたい。ありがたいね。あ、また来た。よしよしよし、意外と初期装備でもどうにかなるもんだな。お、これ報告したら14なんじゃないか。私もん、老人団連隊長の実力見せてやる。ウェポンスキル強化。やったー。当たると致命傷になるであります。一応じゃあスタンスしとこう。バン。やったー。うっく、なんということでしょう。南部森林今度は行けってか。どうしよっかな。なんかグリタニアの方が大変そうだな。いや、そんなことはないんじゃないですか。どこも。あ、レオフリック来た。
誰かと思えば元連隊長さんかよ。なんか負け犬がね、さっきのなんか剣を、あんたが剣を持てなくなってルミン街に盛んされた理由忘れたか。今度は体を壊すぐらいじゃ済まさねえぞ。確かにお前程度にはめられるなんて俺も大概間抜けだと思うがな。お前はそれ以上の大間抜けだよ。間抜けって何かだ。盗賊どもの偽装工作がずさんすぎ、クレセント後部無村民のほとんどが密輸の話を知ってたぞ。さすがに事件をもみ消せないっていうんでロールイット様から直々に捕獲命令が発行された。へえ。自分の音見てください。ちょっと待って、クオリーミルついでに行ってこよ。今日からはお前が同人団の未来を担うんだ。へえ。同人団は所詮傭兵を集められて雇われる時系だ。そこに集うのは金目当てのやつらばかり。中には悪に手を染めるやからもいるだろう。おお、なんかなかなかかっこいい流れ。冒険者とのご協力ありがとうございます。自分はこれからバルドウィンたちを連行するであります。後でまたホライズンに寄ってほしいであります。ご協力のお礼を用意して待っているであります。なるほどね。全然なんか覚えてないよ。やってないのかな。やってないんじゃないかな。そっか、ウルダハスやってないか。危ね。ホライズンまでは。走ってっか。ああ、バザードいるの忘れてた。あ、いた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 。よしよしよし。冒険者殿も待っていたであります。あの後、バルドウィンたちは無事に牢屋に入れられたであります。盗賊逮捕の功績が認められて、新しい連隊長が来るまで自分が連隊長代理として、ホライズンのローズ連隊を率いることになったであります。両フリック連隊長殿にいただいたこのダガーにかけて、今後も吠えたかき同人団の一員として、自分の正義を貫き通すであります。事件が解決したのは冒険者殿のご協力のおかげであります。本当にありがとうございます。ありがとうございますでありますってなんか。へぇー。お金もらおう。やったー。レベル上がった ?15 になった。あ、北部森林、北部森林やってなくね？何これ。マジかい。ん？クラスクエストの中には、報酬としてクラス専用アクションが設定されているものがあります。例として操縦中、操術師レベル15で抽出される。あ、ピアシングタロン。へえ。そうだったっけ。これはなんだ。銀かっちゅう、なんていうのこれ。銀中弾銀か、わかんないや。でモーディーさんとこ行くのか。モーディーさんとこ行くってことは、とりあえずじゃあクラスクエストまたやってこなきゃダメだね、ついでに。うん、次の討伐手帳が解放されないんですけど、ミッチソーもいないよ。レベル何ものミッチソー。ピースガーデン、ピースガーデンってどこや。結構転送無料券使いまくってんな。200枚あればでも外、まあね、使い切る頃にはそこそこギルも余裕ができてるでしょ、うん、溜まってきてるでしょう多分。あミッチスウォーム倒しに行くのにあそこまで行かなきゃいけないのきついな。レンタルチョコボ使えないの。使えないのかよ。うーん、トーバってちょっと後回しにすればいいの。いや、なんかでもこう行く先々でこう討伐対象がいたらね、ついでに倒せた方がいいじゃないですか。ミオトラグス B が対象だった。レベル16だけど。おお、強い。間違った。挑発しちゃった。殺されるんじゃないこれ。ドライアドは、あ、死んだわ。あらドライアドはダメだったわ。戦闘不能になった時はっていう。うん、ハウトゥーが出ちゃった。ハウトゥー出ちゃったね。レベルだって40何歩とかあったよ。そら死ぬわ。ここからの応援か、助かるぜ。うわ
なんだ、結構すぐそばにいたよ、ユッケさんや。いたかい。よっしゃー、終わったー。これでミランとこに戻るんだけど、次は討伐で、うわー、ロングちょっとこれきついわ。いたよ。まあいいや。じゃあベントブランチまで飛べばいいんだな。ミオトラグス、ビリ、ビリ意外といない。あ、ツコツコも対象だ。結構ね、この前走ってる時はツコツコ強敵だったのに、今は戦えるレベルになっている。いい勝負ができる。よし、ツコツコ3体終わり。よし、オッケー。あとはミオトラグス、ビリーがあと1人なんだよな。1匹ナニーの方はいっぱいいんだけどね、ビリーの方があんまりいない。ああ、なんだっけ、いたーいたー、メスとオスみたいな、そういうあれじゃなかった、なんかそんな感じだったような気する。よし、これも終わり。結構経験値もらえるな。よし、ちょっとミラさんとこ行ってくるか。なんかまたイベントだ。私の目に狂いはなかったようだ。ギルドマスターとして鼻が高いぞ。相変わらず男癖ギルドだな、ここは。お前らちゃんと風呂入ってんのかって。アルディスあのバカ、なんで今更なってウルダハに帰ってきたの。ちょっとこう女性っぽい喋り方になってるのがまた。あ、いた、アルディスいた。なんかこれ戦闘イベントだったよね。そう。うわあ、シンク19、大丈夫かな。大丈夫じゃん。防具レベル1だけど。いや、それはまずいかな。でっかい剣だな。ね。あ、伝説の武具職人ゲロルトの最強傑作フレンジ。ゲロルト、こんなところで。へえ。そっか、最初の頃ゲロルトなんて言われても分かんないもんね。うん。へえ。ゲロルトだったんだ、これ作ったの。だったんだね。そしてもう一人同じ剣を持っている男がいた。かつてはお前と同じく信念という名の炎をその瞳に宿した男だった。いいか、頼みってのは。天頭地あるですな。貴様の命いただきに来た。へえ。嫌なこったらやんないよって、なんか俺が敵の攻撃を引きつける、その間に奴らを殲滅しろ。さあ、あの頼んだ大坊。そっか、こんな流れだったか。あ、アイアンミル、じゃあ切ろう。次誰ですか、次誰ですか、次誰ですか、こいつですか。次誰ですか、次誰ですか、アルディスさん、次誰ですか、こいつですか。竹取りたくないんで。なんで、あ、装備が貧弱なんです。装備が。すげえ、今フラッシュっぽいの使った。あ、フラッシュ使った。今は亡きフラッシュ、今は亡きフラッシュ。剣術師の戦い方を教えてやるぜっつって、すいません僕それできませんみたいな。あ、アルディスさんそっちですか。違う敵のとこ行っちゃった。アリエさん、アリエさん、たぎられてます、助けてください。先こっちですか。ベノポイントくれました。アリエさん、アリエさん、助けて。なんでそういうもらわないんだよ。え、お、キョール、すげえ、ほぼほぼ回復したけど、こいつ強えな。これ後に倒すべきだったのかな、もしかしたら。レベル20だからたまにミスるしな。
構硬いな。倒した。あ、てかこのレベル15のやつを先に倒せばいいのか。さっきからボコスか殴ってきてるけど、アルディスさん、ケアル。アルディス、お、ありがとう、アルディスさん。全開しました。わわわわわ。どれか倒そう。レベル15だからこいつから倒すか。次はレベル14。じゃあいつら倒そう。アルディスのケアルすげえな。あ、倒しちゃってた、あいつ。よし、なんとか初期装備でどうにかなった。なんで狙われてんだっけ。次こそはグラマーな美女に囲まれたいもんだね。あ、ちょうどモモディさんに報告あるから報告しよう。ワイン宛てのこれでもうあれじゃねえかな、まだかな。あ、違うか。よし、ベントブランチ、ワイン、もしかして。なんだろうな。あれまだ、あ、でもこれウルダハンリングを装備してトータルコータルじゃなかったっけ。違ったっけ。あ、うん、あのグリダニアだったらなんか仮面かぶってどうのこうのってやつ。そうよね。その後に三国回ってや なんちゃらしてこいって言われるんじゃない。七魔女王陛下なんとかでしょ。傀儡の女王だと言われて、さらにさえ肩身の狭い王家がこの事件のためにさらに面目を失ったって聞いた。私の勘だけどこの手紙を書いたので事件の犯人かもしれないわ。そうなのか。ミステリーですな。なるほどね。ってことはもうちょいだね。うん、これ過ぎて15のクエストが出てくれば三国回って行為のはずだから。でとりあえず剣術師のクエスト終わらしてこよう。で剣術師のクエストがひとまず でもレベル30ぐらいまで。そうだよね、クラスクエストあるんだもんね。うん、シールドドブという戦、あ、でもそっか、この流れだったか。うーん、なんかあのアルティスから教えてもらった気がするんだけどな。とりあえずいいや、かたくなにお金もらう。はあ、大丈夫だ。あのあそこリムさん行ったら、あの初心者の方でちゃんと全部やるから。やったー、シールドロブだー。ようやくですなー。で次が20か。よし、
そんなとこで、ここでちょっとじゃあ動画を切ろう。また。はい。ああ。これどうなんだろう。どうなんだろう。本当にほぼ垂れ流したの。